こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。何かと騒がせている韓国製軍事装備ですが、今回潜水艦に動きがありました。というのも世界最長連続運転成功ですって。では詳しく見ていきますね。本当かな？2018年に進水した韓国の3000トン級 AIP 機関、非対機依存推進機関。搭載ディーゼル潜水艦、トサンアンチャンホが就役前の連続運転試験評価試験において、ディーゼル潜水艦における世界最長連続運転記録の更新に成功したと、建造を担当している大宇造船海洋が12月10日に発表した。島山康正弘は KSS3 超多目殺気3級の1番艦で、韓国が潜水艦の純国産化を目指して軍、艦、民の協力によって開発された艦で、動力装置だけでなくソナー、水中音波探知機なども含めた様々な装置の国内開発を進められており、国産化率が 76% まで引き上げられている。韓国海軍は現在この KSS3 超多目殺気3級バッチ1、3隻の建造を進めていて、今回性能試験を実施中の1番艦島山康正弘は、性能試験完了後に韓国海軍に引き渡され、2番艦安武は、進水したばかりだ。ついで、バッチ2の計画が現在進められており、これにはバッチ1の鉛蓄電池を日本のオウリュウが世界で初めて搭載した。リチウムイオン電池に変えて搭載された3700トン級が3隻。バッチ3では4000トン級を3隻の合計9隻の保有が計画されている。ちなみに、韓国海軍による同級潜水艦への命名は、日本による植民地時代に独立運動に貢献した人物や解放後に国家発展に寄与した人物の名前を付けられており、一番艦の島山康正弘は朝鮮独立運動家である。アンチャンホから島山は号、2番艦も同じく独立運動家の安武アンヌから取られているのだ。バッチ1である島山康正弘旧潜水艦のスペックは全長 83.3m、幅 9.6m で、乗組員は50名、非対機依存推進、AIP システムを備えていて、水中最大速力は20ノット、時速37キロ以上とされていて、兵装は533mm 魚雷発射艦8門に加えて、VLS 発射艦6本が装備されており、VLS には最大飛翔距離 1500km の玄武 -3C 対地攻撃用長距離巡航ミサイルを潜水艦発射型に改造したものが搭載されるものと見られている。ちなみにバッチ2では VLS 発射艦が10本に増強される予定である。しかし、この VLS 発射艦搭載については、仮想敵国を北朝鮮とするので、あれば、必要のない兵装であるとの意見があり、
また北朝鮮を牽制するのが目的なのであれば、遠洋に出る必要はなく、長期間潜航可能な3000トン級の潜水艦を必要とする理由も乏しいとされていて、対日本を意識した装備ではないかとの疑念は否定できない。さらには、バッチさんは、韓国初の原子力潜水艦として建造されるのではないかとの噂も上がっていて、2019年10月10日に韓国海軍のシム・マサルショウ海軍参謀総長が、将来的に韓国海軍の原子力潜水艦の保有の必要性に言及しているほか、青瓦台大統領府から国家保安室第二次長がその件で訪米したとの報道があるのだ。しかしながら、悪化している韓国経済の現状から多額の予算が必要な原子力潜水艦開発は難しく、さらには米韓原子力協定によって韓国における原子力の軍事利用が制限されていて、つい最近では韓国から米国に原子力潜水艦で使用する核燃料の供給を打診したが、米国が断ったとの報道があったことから、韓国海軍が原子力潜水艦を保有することはできないであろうとする意見が大勢を占めている。また米国内では、韓国海軍が原子力潜水艦の導入を主張し続けている真の理由は、国防上の実用的な理由ではなく、韓国の技術力を世界に誇示するための象徴としたいのではないかとの見方も出ている。今回の AIP 潜水艦の運用試験は、潜水艦の隠密性と生存性の評価に関して非常に重要な試験であり、どれほど長い期間を潜航したまま作戦が可能であるかを確認する試験である。この AIP 機関、非待機依存推進機関とは、ディーゼル潜水艦の補助動力的な存在として、浮上航行やシュノーケリング航行をすることなく、蓄電池に充電をすることができる技術や、電動推進機を駆動して、長期間の潜水航行が可能となる技術の総称のことで、これには原子力潜水艦は含まれず、ディーゼルエレクトリック機関を補助・補完する技術のことを表している。この島山康正弘には、韓国で初めて国産化に成功した潜水艦用の鉛蓄電池と燃料電池方式の AIP が搭載されているが、大油造船海洋では、国防科学研究所との共同で、2008年より潜水艦用の燃料電池の国産化に取り組んでいて、ドイツから導入した209型、214型潜水艦での技術を参考にしながら、2014年までに、この燃料蓄電池の開発を完了させ、さらに電力転換方式や、それらの制御システムの国産化にも成功し、3000トン級の潜水艦への搭載は、島山康正弘が世界でも、初めであるとしている。さらに、同社によると、これらのシステムは、ドイツに次いで、同社が2番目に開発に成功したとしていて、今回の試験終了後に、島山康正弘に残された燃料の量から、
分析した。結果として、長期連続運転試験の成功のみならず、韓国海軍から要求された。性能値をはるかに上回る結果を得られたとしているが、具体的なデータなどは全く発表されていない。この試験の成功を受けた、大宇造船海洋特殊船事業本部長のユスジュン。専務は、島山康正弘の長期間の潜航持続性能が立証されたことは、大変喜ばしい成果である。この先の各試験もぜひ成功させて、韓国による。初めての純国産中型潜水艦を収益させて、韓国海軍の増強に貢献するとともに、国防の安全保障に寄与したいと思うと語っている。しかし、韓国では、これまでに、ドイツの214型潜水艦をライセンス生産しており、これまでに9隻を建造しているが、様々な欠陥が露呈されていて、その実用性が懸念されており、特に、燃料電池の欠陥は、深刻で100回以上も、停止するなどの問題を引き起こしているのである。そのため、この島山康正弘級においても、将来または欠陥が、氷在化するのではないかとの声も上がっていて、今回の大宇造船海洋から、出された試験成功の発表は、フェイクとの疑いが拭いきれないばかりか、KSS1-209型と KSS2-214型、に続いて欠陥潜水艦となってしまうのではないかと懸念されているのだ。また、潜水艦における長期間潜航性能が求められるのは核ミサイルを搭載した原子力潜水艦であって、通常型潜水艦において重要なのは敵に探知されないステルス性。つまりは静寂性であるとされているため、今回発表された世界最長連続運転成功が事実としても、その評価は高くないと思われるのである。